Please select your character. New letter T. ウェイス、どうもどうも、テストテスト。はい、マイクの音量どうすか？マイクの音量と、あとゲームの音量どうすかね？マイクの音量と、ゲームの音量のバランスどうですか？問題ない。はい、ありがとうございます。はい、OK。はい、今回はちゃんとした、今回はちゃんとできたよ、配信環境。つまんねえ、前回は。まあ。で、まあ、こんな感じです。19時半までに、違うじゃない、19時半までエントリーを受け付けているので、まあ、それまでは、大会の準備が整うまでは、の試合配信ですね。はい。なので、行ってきますね。これもの試合に。後ほど。トーナメント表、すいません。すいません、すいません。そうだね。トーナメント表はね、まだ準備中なので、ちょっと待ってくださいね。ごめん、ごめん。ちょっと消しときます、狂気は。そうそうそう。まだ準備中なので。エントリーいっぱい受け付けてるからね。ウィス。いやー、俺もね、ミュウ8段になりましたよ。稼働から使い始めて。やっぱね、しっくりくるね。いい女だよ。ミュウテーブルム。長年使い続けてきた女だからさ。しっくりくるね。もう8段になってさ、結構ね、貯金で飯が食えるよ。あ、はい、いらっしゃい。で、NHK か。NHK だな。あ、そうなんだ。まあ、キャラの強弱はね、全然まだ判断つかないけど、とりあえずね、俺に向いてる気がする、あの女は。まあ、使ってて楽しいんだよね。とか言いつつ、他のキャラに浮気する可能性もあるんだけど。お、マニコンだ。ゴミクズ運送。中断かー。これがハンマーの血。さあ、これがハンマーの暴力ですよ。さあね、昔からの付き合いある方のね、あー、もう、あれだからね、隅々まで知ってるからね、あの女のことはね。まぁ、ちょっとイメチェンして、だいぶ、最初の方は手こずったけど、うん。使ってたらね、分かってきた。あの女がどういうやつか。まぁね、ほくろの数まで分かるね。でも、それは言っちゃいけないよ。それは言っちゃいけないのが、もうお約束でしょ。赤はボディ6D バリアント。黄色は 2D3 2号列。ほうほうほう。ほう。火球12神将の人だ。S 様って。火球12神将の人だよ。千葉県の方だよ。こいつ！あ、そうなんだ。わざわざ。わざわざ遠いところからありがとうございます。エントリーとかありがとうございます。リスナーさんとかイザヨイ使いました？どうですか、イザヨイの感想。あ、わかったっす。あのキャラなんかアルカブっぽくないですか？コンボとかワープとかあるし。
なんかやたら自由に動き回ってるけど、どうなんかな、世間的な評価は。みんな酔い使った人いないかな。対象の戦闘レベルを計測、うん、戦闘レベル A 低下を確認。いいよ。あ、テストテスト。テスト。現在ランバトの、参加エントリー受け付けております。参加希望の方はこちらに、手続きをよろしくお願いします。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. 締め切り。イザヨイが昇竜がない、そうなの、昇竜拳みたいな必殺技見たことあるんだけどな、あれ昇竜じゃないのか。無敵ないんだ、へえ。まああれだね、じゃあミストファイナーだね、そうしたら。あ、レヒオっぽいのは無敵ない。あ、なるほどなるほど。じゃあリーチの長い必殺技って感じか。じゃあ通常技切り返しとかないのかな。これ両方とも中の人が同じなんだよね、確か。近藤さん、うん、でね、今日はなんと、あとでね、大会に出るかどうかわかんないけど、小市がね、来てくれるかもしれない。小市いざよいが。で、あと、一応大輔にも声とかけておいたんで、大ちゃんが、大ちゃん大地が来てくれるかもしれない。カムなんで、ね、どうかわかんないけどね。そう、こいちいざよいね、面白いよ。あの、いざこいね。いざこいだいぶ頑張ってたからね、今どうなってるかわかんないけど、楽しみだよ。そう、いざこい。さあね、こいち危機みたいな何かがね、こいちが続けてたら、生まれてる可能性があるね。でもね、回転王と同じゲームやると、何を作っても回転式になるから、そこは気をつけておいた方がいいよ。本日開催のブレイブルーランバット、参加希望の方はこちらで手続き受け付けております。よろしくお願いします。はい、そうですね、レジャラン3本選手になりました。今日っていうか、ついさっきなりました。ついさっきから3本選手になったので、遊びに来てみてくださいね。うわ、ぶっ放した。優先は知らないときついんだよな、これ。レジャランって
秋葉の若干分かりづらいとこ、いやそんなに分かりづらくはないと思うな。え、一応線路沿いだし歩けばすぐ見当たるところにありますよ。王様のやる気はすごいよ。あれは確かに見習うところがあるね。おお、立ちっぱ。おいしい。うまい。コンボがうまい。おお、うまい。そうきたか。そうきたか。セットプレイ。おお、足が短い。近藤さん足が短いでござる。今回のね、ミュウのコンボね、評判いいよね。近藤さんのキャラ足が短いはずなんだけどさ、ノエルだけは長いんだよね、なぜか。あのノエルの 6A とかいう技なんだけど。はい、まとまった。おお、うまっ、頑張った。あ、2B は長いね。 2B は長い。2B は長いけど、あれ結構ね、結構上半身も前に出てんだ、あの技。 2B とかいう技使ってみれば分かると思うんだけど、あれ体ごと前に出てるから結構足の長さごまかしてんだよね、実は。そういうとこチェック厳しいからね、格闘ゲームは。うわー、体育。お互いに B コスしたらミュウのが強いから、もうほとんど発生の問題にしかならないと思うな。うわ、おいしい。うまっ。ミュウはあとは火力だけなんだろうね、きっと。なんか結構殴られてんだけど知らないんだよね、ミュウ、あー、ニューには。使ってて、そう思ってるだけなんだけど。ニューのね、ジャンプ 2C 強制しゃがみは使えますね。俺は相当使ってますよ。すごいくだらない中段ができるんで。うん。強制しゃがみで地上から、着地から、ね、いろいろできちゃうからね。これはの試合です。はい、これはの試合です。の試合で書いとこうか。も来てくれてるんですよね。前代待ってる、何代 ?12 セット、対戦代12セットが全部待ってるね。うん。で、まあギャラリーもちょっといるし、うん、割と盛り上がってくれてますよ。
ごめん、嘘ついた。14だわ。対戦第14セットが。うん、ごめんごめん。嘘ついた。まあ結構、やっぱブレイブルーはね、人気作品だったよ。まあで、さらにまだね、人が来てくれると思うんすよね。今まだ19時5分なんで。まあもしね、年末とかで、なんか海沿いで開かれる漫画本の祭典に参戦する方とかは、まあ、気が向いたらレジャランに来ていただければ、まあ、楽しい対戦はできるんじゃないかなと、うん、思いますよ。ありがとうございます。某聖戦ですね。某聖戦に俺も参加してくるんで、売る側で。そのうち、どのサークルの作品に協力してますよとかいうツイートもすると思うから、ぜひフォローしてね。おー、コミュニティ参加ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうもお疲れ様です。結構ね、売る側で行ってますよ。長いこと。某作家さんのアシスタントとかもしてるので。あそこは、でもすごいよね。俺は一般ではちょっと、参加できないと思う。あんまりにも、みんな戦闘力が高すぎて。そうね、告知頑張っちゃったもんね。うん、遊びに来てくれるだけでいいからね。New 13ラビリスの薄い本か、脱がせたらどうなってんだろうな、あれ。え、アイザヨイさん見に来た。もしかしたら後で19時半にね、お一人エントリーがいる。イザヨイさん、お、じゃあもしかしたら配信で見れるかも。うん、うん、ああ、うん、はいはい。で、あ、いや、それは西日暮里で大会する人が告知してもいいし、うん、そうね、まあ大会準備中あたりに、はいはい。で、いざ酔いなんだけど、19時半にね、エントリー締め切りで、それにはちょっと間に合わなさそうなんだけど、ポイチが、もしかしたら来てくれるかもしれないので、もしかしたらね、もしかしたら来てくれるかもしれないから、まあ来てくれたら、対戦、配信台でしてもらうのちょっとお願いしようと思います。そう、ポイチはポイチですね。いざこいですよ、いざこい。で、何？アマネがいるかどうか。アマネはね、いるね、一人。一人いて、一人だけかな、今、一応、今のとこ。まあ、結構頑張ってるアマネの人がいますよ。バレットさん。バレットさんいる？今日。バレットいない。バレットさん、レリアさん、8段とかっていうか、結構活躍してるバレットがいますね。何時まで放送してるかは、大会の終了時間によります。でも大体9時までには終わるかな？ 9 時までは終わる、には終わると思います。で、その後は、
今日はちょっと時間があるので、のじ合い配信とかしてもいいし、まあ、アドリブで使おうと思います。ジン使ってる方、あー、いるかな、ジン使ってる人。今んとこ大会にはエントリーしなさそうですね。今日は暇さんは多分53億人ぐらいいるんじゃないですかね。はあはあはあ、そうだね、ジンはあんまり多くないかな。え、イザヨイは一人いますね。で、モエルは、モエルはいないかな。モエル、一人いないね。今いるのが、ミュウ、ニュウ、アズラエル、ラグナ、バレット、白面、バルケン、イザヨイ、マコト、アラクネ、お、アラクネがいる、アラクネ、プラチナ、レリウスって感じですね。そうだね、中の人が近藤かな子のキャラクターはまあ割といるんじゃないですかね。ちょっと足の長さに問題がある近藤さんだけど、ほら足が短いんだよ。 2B もね、思ったより短いから、あの足あの使い勝手はいいんだけどね、ダッシュ完成乗せることができるから、ダッシュつけるとかなり結局に伸びるんだけど、まあ、あれ以上長かったらあかんわな、あのダッシュの初速で。ラグナの足投げな。じゃあ大会の準備をしようかな。ちょっとじゃあトーナメント表の作成準備かかるので、The wheel of fate is turning. Rebel one, action. 間違えた。ありがとうございます。Rebel 2, action! Rebel 3, action! はい、これもいいよ。今井さんの太ももの話はまだですね。まあ、言いたいことはわかるよ。言いたいことはわかる。言いたいことはわかるけど、俺は
結構いい足してると思うよ。長いし攻撃力強いし。ジャパネット高田の人の声、そうか、そうかもしれない、うん、そうかもしれない、確かに。まあラグナーはいい足してるでしょ、あれ。まあそういうキャラだよね、でもラグナーはね。ね、結構来てくれたね。うん、対戦台14セットフル稼働しつつ、ギャラリーが同じ数ぐらい同じ数ぐらいいるね。だから皆さん結構盛り上がってるんで、よかったら遊びに来てみてくださいね。ギャラリーでもいいし、のじ合いだけでもいいし、遊びに来てくれるだけでね、十分なんで。うんうん、そうね、リーチされてきてくれたっぽいね。まあギャラリー勢でもいいしね、本当別にプレイするだけがゲームじゃねえし。おお、うまっ、そんなコンボが。シュラ、いや14セットもあればね、分かれるよ。うん、いやそれ入ってないからね、配信には。配信にはうん、8台以上の、うん、うん、あ、団員限定台？ほう、ほうほうほう。まあ14セットあるからね、団員限定台もまあ用意して、同じレベルの人同士が戦えるようにもねしようかなっていうところでございます。毎回これぐらい人が来てくれたらお店にもね割と言えるんで、うん、そう、わがまま言えるからね。うん、1号店もそうだね、金曜日は特に対戦環境よく、できるように整えとくんで、ね、アズニャンだってほら、ハンマユージローもさ、走ったら消えそうじゃね、そういうことでしょ。ああ、うわー、いっぱい入った。春歩、確かに確かに、お、うまっ。うわー、消えた。そうだね、裕次郎さん、地面殴ったら地震止めるでしょ。でもこのアズナン、ちょっと地面吹っ飛ばすから、相手ごと気をつけた方がいいよ。やってる店が書いて、あ、やってる店は書こうか。じゃあ第3回ランバとアットマーク秋葉原レジャーラン商店、はい、まあもうちょっと表示は後で見やすくしておきます。で、次枠を取りますね。配信は次枠を取ります。で、次枠の途中ぐらいから大会が始めれたらいいなぐらいでよろしくお願いします。はい、じゃあ次枠に行きますね。30分まで配信したら次枠に行きます。
Your character. Rachel Alucard. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. Hi, Makoto desu.おっじゃあもうちょっと人が来てくれたら全体像を見せようと思います。カメラでね。はい、おことだっす。強豪プレイヤー、強豪プレイヤーはね、そうだね、10段の人がいるね、1人、あと8段の人が2人ぐらいいるし、あと、そうだね、10段の人がまだいるね、結構強豪来てますよ。今さら来てない、今さら来てない。大文字や強豪か、まあそうだね、やってる人しか段位にはなれないからね。ああまあ来れる人来れない日があるよね、人には用事があるから。ああ人にはそれぞれ事情があるからね。そうね、初めての、あ、初めて来てくれた人が結構いらっしゃってくれて、うん、いいことですよ。固定客を大事にしないってわけじゃないけど、地域の方が来てくれるのはいいことですね。負け続けて初段、気持ちがわかる。俺もノエルでそうだった。今作でね、負け続けて初段になるとさ、負け続けて初段になった人とさ、初段対決をすることになるじゃん。で、俺一回それで2段に上がって、で、やっぱり負け続けて初段になった人にまた初段に落とされたんだよね。苦労したよノエル。まあ、そんなもんだよね。でも始めた時はね、子さん全員強いね。確かに確かに子さん強い。でもね、追いつけなくはないから、追いつけなくはないから、今ね小市とかかなり頑張ってんだけど、もう相当苦労してるみたいだけど追いついてきてますよ。あと回転砲が相当強いしね。もうさあね、 CP 追いつくチャンスはね、あとまあ普通にプレイブル楽しいんで、まあ、強さとかにこだわんないでね、対戦しに来るだけでもいいし、遊びに来るのがねまず大事っすよ、ゲームセンターに。でまあ大会エントリーしてる人とエントリーしてない人で半々ぐらいだしね、今日はそんなもんすよ。あのゲームセンターに行くとか、ゲームセンターの大会に行くっていう感じのね、行動は。
はい、トラさん了解。ダイレントでしとくわ。本当本物だよね、ドラさん。バング？本物だったらやるけど、バングかな。あ、こんな感じでね、ダイレントリーも。いくらでも受け付けますよ。了解了解。今日はバングだよ、やって。そうそう、秋葉コースだよ。ここ秋葉原だからね。ユウのコースあかんな。わかりづらいからリプライにしてくれだって、ヨンさんが。そんな感じでお願いね。お、秋葉原あれじゃないやで。いっぱい人来てくれてるよ。大会出る人も出ない人もね、合わせていっぱい来てくれてます。まあこんな感じです。うん、12時以上も来てくれてるね。ベテランはね、秋葉原の、クラブセガ秋葉原店のすぐ近くですね。そうそう、まあ駅から行くんだったらセガをスルーした奥。これはね、火球さんではないんですよね。火球12神将っていう、なんつうのかな、火球12神将っていう団体みたいな、グループみたいな、軍団みたいな、そんな感じの、まあレギオンあんのかな。レギオンはないと思うんだけど、そう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 、レギオン的な、そうそう、レギオン的なね、そうそう、十二神将が一人って感じ。うまいこと言うわ。そうそう、柴さんかな、おそらく。あ、エントリーですか。まだエントリー決めてますよ。これはもういいの？いや、まだこれはもういいのね。はい、聞こえてます。はいはい。Here comes
becomes a new challenger. Please select your character. New 13.The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! はい、トーナメント表作ってました、ね、現在エントリー人数は22人ですね、現在エントリー人数が22人です。さあね、最後のアナウンスで、大丈夫そうかな、うん、ボラさんドラが来てない、じゃ来るまでかな、うん、そうね、お仕事っぽいね、うん、Rebel 2 Action さあ、何の子が来るね、うわー、レイチェルと攻めや、おー、ロータス、それは見えない、風を溜めて、あー、奪されて、おー、あー、風がいっぱい溜まった、防空体育、おー、コンボがむずい、捕まえたー、おー、ロータスから行くんだ、へー、ありがとうございます、お、また米ビューがバグった、よいしょ、何これ、かわいい、まあ確かにかわいいね、まあレイチェルはそうだね、簡単ではないかな、動きもあんま速くないしね、実は、ドンドン、うまい、メイフの底にお帰りなさい、24来た、あー、まだ、レイが一番脅威がでかいよね、うん、一番胸がでかいでしょ、アンダーもでかいけどね、ははのセンチの 2M はまずいな、相当送るからな、アラグネがかわいい、分かってるじゃないですか、お、
そりゃまだ来ないのかな。ありがとうございます。そうですね、今ドラ待ちです。ドラ待ちです。ではまあ、こっちもね、今俺も大会の準備中なんで、まあ、まだエントリーはできますね。アラクネが増えた。アラクネ、ね、結構希少種だから嬉しいね。ドラマチはドラン。ドラン。ドラン、でもお仕事だからな。多分普通に。ちょっと差し上げないとかわいそうかな。あ、コミュニティ参加ありがとうございます。もうなんか定期的にブレイブルー配信とかしてるんで、よかったらコミュニティ入っててくださいね。開始はね、ドラ待ちなので、まあ、あと、かかっても10分。ってどこかな？うん。じゃあ、次枠から大会になります。準備が整ったら、この枠一旦終了して、次枠から大会にするので。うわー、武器が。ドラ来た。はい。そいつそいつ。じゃあ、エントリー終了で。エントリー終了アナウンスして。25名。はい。わかんない。はい、どうもどうも。じゃあちょっとエントリーのね、トーナメント投票とか作るので。
ておきなさい。レベル5アクション。失敗しカウンター。まだ攻撃さ踊れ。ありがとうありがとう。もう一度調子解放。何かしら。トーナメント表が出来上がりました。こんな感じでトーナメント表を作ったので、こんな感じです。トーナメント表決まりました。大丈夫だね。で、説明欄には書いたから、よいしょ。じゃあ準備が整ってきたので、この枠をいいですか。ポン入れた。 Please select your character。大会外の方設定しますので、手前から今日は何台がいいかな。2台、2台、2台で、うん、2台で行こう。2台進行で今日はよろしくお願いします。はい、なので、猫の人は爆開始君、ロックさん、それでは私のラストでよろしくお願いします。これが最後のの試合ですね。で、この試合が終わったら、まあ、大会設定にして、大会を開始してきます。で、次枠を取るので、大会はそこから開始したいと思います。よろしくお願いします。ミュウはあんまり強くなかったってやめたみたいやね。うわー、なんかやってるぞ。どんどんどん。二刀流意味深だな。長年連れ添ってきたからな、バンクとドラさんは。トーナメント表はこれで決定です。ツイート？いや、まあ、まだだけど。なんで？うん、本当に？あ、はいはいはい。あ、そうかそうか、そうだね。3回ランバートのトーナメント表を、ツイートしました。 URL を、まあ、ツイッター見てる方、フォローしてくれてる方はこちらからもね、リンクで飛べるのでご利用ください。まあ、でもね、トーナメント表
今 URL 書いてあるところがね、配信の画面で書いてある URL の方がポップアップできるので、こっちの方がねちょっと便利かもしれません。まあ、使いやすい方ご利用ください。これイベントモード2ラウンド選手になってるよね。なんでなんで、はいはいはい、うわー、ドラさん持ってる、ドラさん、うわー見えない、中段は見えない、俺もう見えない、うわードン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 、うわー打ってきたー、入れ替えたー、バウンドしたー、うわー釘強い、空中戦空中戦、うわー打ってきた、 D が間に合わない、うわー 2C か、 2C カウンター美味しい、うわーなんかやってるぞ、お、捕まえてバウンドして、バーデンバーデンリリーからローカス、うわーシューティング捕まえて片目から崩し、あー飛び越える、よくあるよくある、レイチェルあるあるね、今のあれ体育決まったけどコンプむずい、コンプむずい、うわーなんかやったけど、なんかやってるぞこの忍者、うわー恥ずかしいやられ方、これこれこれは、はい、マジでちょっと直します、直します、すいません、エリットセッティング、違う馬の子、姉さん、あった、あのだ、終わりました、すいません、失礼しました、はい、あーで困るだけでフィニッシュ、はい、ありがとうございます。では次役を取っていきますので、リスナーさんは次役へ、ぜひご覧ください。では一旦失礼しますね。Please select your character.